タイヤマン平の鈴木です。こんにちは。2018年6月の25日月曜日です。続けてご案内を。今度は、私たちが取り組んでますパンク修理、また空気漏れ修理、その中の、空気漏れ修理、特に、この空気バルブ、こちら黒いものが今こちらのお客様のもついてますね。これは、ゴム製の、中にですね、真鍮の、金属も入ってますけども、外側はゴムで覆われているタイプのゴムバルブというやつですね。こちらのお客様は、こちら、金属のバルブですね。これは金属の、外側金属ですね。ナットで止まってます。こういう、金属製のバルブ。今回のご案内はこちらのゴムのバルブのご案内をしましょう。こちらのゴムの、バルブですね、空気バルブ。こちらは今私たちにね、代表的なものを今ここに、用意しまして、普段の私たち毎日 の、 タイヤ整備、タイヤ組み立て、販売の中で、使っているものです。ホイールの形、あとは、長さもですね、ホイールからどれだけこの高さがこう出っ張る方ですね、出っ張る方、立ち上がる方の距離がどのぐらいが、一番適正かというところで、種類がありますので、これも私たち常に用意してます。ですからタイヤ交換、またはね、パンク、空気バルブから空気が漏れてしまった、そこから空気漏れが発生しているような場合に、その当日、修理ができますね。このように、タイヤに関する、バルブ類ですね、こういう空気バルブ、チューブレスバルブ、こういうものもですね、しっかり私たち、専門でやってますので、空気漏れに対する取り組み、これがないとですね、どうにもなりませんので、しっかりご用意をしてます。その日に、当日直せますのでね、ぜひこの辺ですね、バルブ類からの、空気漏れ、どうしても年数経過とともに経年劣化して古くなると、やっぱり空気のバルブの付け根からですね、空気がだんだんに出てくるようになって、少しずつ漏れが始まったりします。もちろん私たちタイヤを整備するとき、タイヤをお求めいただいて、組み立てる整備するときはね、皆さんにご案内して、新しいものをお取り付けいただくようにお説明しますのでね、ぜひこの辺も、チューブレスゴムバルブ空気漏れ修理ですね。今日はタイヤホイールを組み立てて、その時に空気をね、注入する、空気を出す、中に封入する、そして普段のメンテナンスはそこからまた空気を取り出すってね、外せばそこから空気が出るわけですけども、そこの空気バルブのご説明をしながら、私たちが普段空気漏れ修理に対して行っている、取り組みをですね、ご説明いたしました。この辺の、バルブ類、空気漏れでお悩みの方がいらっしゃいましたらね、ぜひお声かけていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしております。